お疲れ様です。京介です。よろしくお願いします。はい、ということなんですけど、今日はですね、ちょっと絶賛体調崩してるっていうか、体調は崩してないですね。頭とかめちゃくちゃ痛くて、もうお腹めっちゃ痛くて、腹壊してて、で、もうそんな感じです。はい、体調崩してるわけじゃないんですよ。で、ちょっとね、筋トレも休んでてって感じで、全くね、動画を、思いつかないというか、おかしくなったのは昨日からなんだけど、だからね、昨日、あんな動画になっちゃった。たまにはね、いいよね。しょうがないと思うよね。やっぱりこう休むときは休んでまた頑張りたいと思うよね。でもこうやっぱりちょっと筋トレしないとなって、やっぱり来年のノービスみんな応援してくれるから、頑張んなきゃいけないかなって思ってるんよね。で、今本当に人のね、モノマネとかもできないぐらい追い込まれてるんよね。このね、お仲間の喋り方ぐらいはできるんよね。でもっていう笑い方には張りが出てこないよね。こういう時はしっかりとね、休んで、また元気に筋トレできるように体を治したいと思います。早くまたいつも通りの動画作れるように直したいと思います。昨日はめっちゃ手抜いてたわ。でもほら、たまにはいいじゃんね。じゃあ今日はこんな感じで、明日もこんな調子だったらまた手抜きのわけわかんない動画出すと思うから、よろしくお願いします。